皆さん、どうしよう、お元気ですか、かかじいです。ポンポン。はい、今日はね、こちら、こちら、はい、レオパちゃんの1号さんがついに、あ、ついに22歳となりました。ハハ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 。いやー、今年の2月でね、22歳を迎えましたよ、1号さん。いやー、ちょっとね、釣り気味の、何タイトルとかって感じで申し訳ない感じでしたけども、まあ無事にね、22歳を迎えて、2000年2月の生まれで、ただいま2022年、もうすでに4月も半ばに差し掛かってますけども、そんな中でまだまだ元気な1号さん、他の2匹はどうなったのかなってね、気になってる方も多いのかなってね。あとは、この子らね、最近すっかりご無沙汰だったんで、まあ、じじい死なせてそのままスルーなんじゃねえのかななんてね、思ってらっしゃった方も多いかと思うんですが、まあ、元気、元気、元気ですよ。まあ、本当にあと、何年生きるのかなってね、もうジジイもドキドキですよ。先にやっぱりジジイが死ぬんじゃねえかななんてことも思い始めたりね。よし、では早速ね、様子を見たいんですが、やっぱり誕生日ということで、まあ過ぎてますけど、誕生日ということで、はい、こちら、よいしょ、ドーンとね、ケージを、ケージつってもプラケだけど、新しくしてあげようと思いましてな。こっちもね、去年ぐらいに新しくしたんで、まだまだ綺麗なんだけど、まあこれとね、互い違いで使っていく感じで、うちにお迎えしたのが確か、ハチクラさんのなんかブリーダーマーケットみたいな感じの、ところでお迎えしたのが確か3、あ、出た、エグエグの3だ、3、あ、エグエグエグ3、3月か4月ぐらいだったんだよね。なのでうちに来てちょうど22年を迎える感じなんだな。はーい、でことで、なんでそんなこと言いたかったな。あ、出てきた、ちょっとジジイが騒いでたらご飯かなって思ったのか出てきたよ。まあ、22年間このフラットプラケで彼は、レオパちゃんには過ごしていただいててさ、もう、ちょっと、アングル変える？えい、かわいい。あらあら、あら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 。はい。1号さんはこのようにね、元気ですよ。どうした？尻尾はブリブリだね。いいね。レオパさんたちは冬場はね、保温はしてるんだけど、やっぱりなんか若干寒くなるのか、気圧の関係なのか、活動が落ち着いてご飯もあんま食べなくなんだよね。なので冬を越すと結構尻尾が、お、ペロペロって、ペロペロって来たね、来たよ、レオパちゃん来ましたね、いいね、かわいいね、いちごさん。なので冬を越すと尻尾が若干細くはなるんだけど、このいちごさんは尻尾が太りやすいタイプなので、そこまで細くなってないね。こんだけ出てきてペロペロ匂いを嗅いでるということは、だいぶお腹がスキスキスーだね。これどっちがいいのかな、移してからご飯の方が、まあ、一号さん的にはいいのかな。これだけ空腹っぽい感じでハンドリングでこう移動しようとすると、ガブーってね、全力で前噛まれて指がちぎれかかったんで、そんなこともありそうな、ちょっと怖い。まあ、うめえこと映しましょうかね。おー、よいよい。
はい、ということで元気な姿が確認できました。今ね引っ込んじゃったね。では移動の儀の前にあれか、こうケージ作りから始めましょう。ポンポン。はい、ということで新しいフラットプラッケに新しいウェットシェルター、はい、ド新品でございます。よーし、今使ってるウェットシェルターはだいぶ黒ずみが進んでるんでね。はい、ドンとポーン。あ、開封の儀だった。はい、開封の儀取り行ってますぞ。はい、ハサミ。はい、これでここのポーンとね紐を切って、ラベルは取り外しましょう。はい、新品。まあ綺麗だこと、綺麗だこと。はい、そしてあらかじめ半分にカットした、うわなんかホコリが飛んできたぞ、ペットシーツだね。それにフラットプラケの底面にぴったりサイズに切り出した100均でダイソーさんかなで売ってるエンビータ、結構薄めの方だね。厚手のやつだとこれ1枚しか取れねえんだけど、薄手の方だと何枚か取れたかなって感じですね。はい、ではフラットプラケのいよいよ袋が取り除かれて、このラベル、おなじみのいろいろなザリガニやクワガタやらカメやらが写っているこのラベルを、はい、きれいに剥がれたな。よし、ダンと。さてまずはこちらを作りますよ。はい、ペットシートをこれに固定するんですが、私はセロテープを最近使ってるね。まあセロテープで大丈夫やろと。よいしょ。はい、バシッとね、バシッと決めてこう。はい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 。そしてここはこれポンって雑にただ折りたたむとほらビローンって出ちゃうから、これをちゃんと中に折り込むようにして止めるのがコツでございます。こんな感じか。はい、こんな感じでね。お、きれいきれい。これ薄手のペットシートだったらテープで止めなくても折り込むだけでもうまい具合に固定されたりするんだけど、今使ってるペットシートが結構厚手でね、がっつりテープで止めねえとうめえこと固定されにくいんだなっていう。はい、この辺は選んでいただいたペットシートの厚みとかね、特殊性で合わせて留め方とかね選んでいただけるといいのかな。なのでレオパちゃん用には薄めの方でいいのかもしんないね。これちょっと分厚かった、折り込んだところがこんなに分厚くなっちゃってね、だいぶ浮くんじゃねえかなって思いますよ。そしてこれをこうやってポンポンと。はいはい、これでペットシートの噛み癖がある子も大丈夫、取っかかりがないからね、なかなか噛んでぐしゃぐしゃぐしゃってやらなかったりね、やれなかったりするよね。さあ、そしてこれをセットして、あとはよいしょ、使ってない、はい、綺麗な餌皿を、まあ、こんな感じで、こんな感じに、もうこれだけ、これ以外なしで22年間。すごいね、そう考えるとすごいね。まあ最近いろいろと昼ヤモリさんとかくさびトカゲさんなどの簡単飼育で結構長生きしてますよって動画アップして、多くの方に見ていただいてるんだけども、まあその方々と比べて、まあ桁違いよね。まさに文字通り桁が違う。22年。さあ、いよいよ移動の儀取り行います。おごそかに。ああ、さあ、これを噛まれないように行くのがね恐ろしいんですよ。うちの子ハンドリングしませんから。はーい、ご対面。ああ、ちょっとね、いぶかしんでるね。ほい、どうかな、噛まれるかな、怖いね。ちょっとあれか、サムネも撮りてえな。一旦止めますぞ。はい、ちょっと今ねサムネの撮影しようかなと思ったら出てきようとしたので動画に回し直しました。あ、戻っちゃった。
はい、噛まないでね、噛まないでね、ご飯じゃないからね、これ。はい、この慣れてない感じ。よし、来た。はーい。はーい。よし。あー、危ねえ。危ない、危ない。いちごさん危ないよ。いちごさん危ない。はーい、かわいい。はーい、かわいい。あら、かわいい。ちょっとサムネ撮影に行きたいね。よいしょ、ちょ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 。危ない、落ちる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 。はい、サムネの撮影が終わりましたよ。いやー、いいね、よかった。噛まれなくてよかった。まあ、1号さんはそこまで武闘派じゃないんでね、噛んでこないんだけどね、他の子がね、かなりガブッとくるタイプなんで。さあ、では、新居へ、新居へお移りください。おちょ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 、あ、そうだ、ちょっと観察しようか、動画で。ちょっと待って、ちょっと待って、落ちる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 。落ちる落ちる。ちょっと頑張りすぎじゃね。1号さん、はいはいはい。はい、いい感じ、はい、いい感じ。はい、このように、1号さんはノーマルハイイエローにハイポタンジェリンぐらいが若干乗っかってる子なんだけど、不思議とね、この子、まあ、突然変異的な、危ない危ない危ない、ちょ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 突然変異的な感じなのか、結構ほら真っ黒お目目、エクリプスアイっぽいんだよね。これってあれだよね、なんだっけ、マックスノー、スーパーマックスノーのあの白黒の系統に出てる形質なんだけど、おー、ちょっとね、ほら真っ黒ほどではないんだけどもね、なんだろう、鋼色みたいな、黒鉄色みたいな、でも若干ちょっと影になるだけで真っ黒、イエローが出てるのにをエクリプスアイっぽくってね、これブリードした方がいいのかななんてことも思うんだけど、もう22歳の高齢ですから、ちょアクロバチックやなこの子。ちょっと待って、ちょ、はいはいはい、もうね22歳のご高齢なので、ブリードすると力尽きてお亡くなりなんてこともあんのかななんて思うんだけど、ちょっとね、良さげなメスちゃん、もう産卵に適したサイズのメス確定の子をお迎えして、ちょっと取ってみたいなって気もすんだよね。この目が遺伝するのかどうか。眠そうだね。これもこれで可愛いね。今ちょっとね、サムネを、え、起きて。サムネ撮ってたんだけどさ、こう手に包まれたらあったかいからなのか、ちょっと撮ってるとすぐスヤーってなるのね。今ちょっとそれを撮影しようかなって。ほらほらほら、まぶたが重くなってきた。はい、スヤー。はい、スヤー。一号さん、スヤー。あったかいね。あったかいね、スヤー。ほら、スヤー、お眠り。ね。びっくり。手の中で眠るレオパ。あー、眠い。あー、手のひらに心臓の鼓動を感じるよ。あー、でも結構ゆったりしてるね。はい、すやー、おやすみー。これ全然強く握ってないんで、軽くゆるーく補定してるだけなんで、抜け出そうと思えば抜け出せるんだけど、あったかくて気持ちいいというのを知ってしまった1号さん。おー。ではちょっとね、はい、移動の儀ですかね。はい、では、お引っ越し移動の儀取り行います。ごめんね、寝てるところ。はーい、はい、はい、目覚めた、ほら、はいはい、はいはい、お行きなさい、新しいお住まいにお行きなさい。はい、でちょっと待って、あ、潜っちゃうか、眠いもんね。ご飯をあげて食べてもらおうと思ったんだけど、お休みかしらね。あらあらあら、あらあらあら、ちょっとご飯用意しますね。はい、ということで、まあ、かわいい姿も見ることができて、すやーって、ね、まあ、かわいい、かわいい。はい、ということで、無事に新居へのお引っ越しが完了しました。そして、ここで、はい、じゃーんと、はい、レオパブレンドフードさん、ふやかしましたよ。これを、ここの、
お皿に餌皿に置くだけで彼らは勝手に自分で食べてくれるから本当に楽ちん。はははは。はい。あ、その前にあれだ。あいじゃん。ペットボトル。ペットボトルでここのウェットシェルターに水をジョボ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 って、はい、こんな感じで。うちではね、レオパさんはお水はもうこのウェットシェルターだけで与えてますね。飼育者によっては別途水皿を入れたりしてるんだけど、まあ大丈夫やろと。まあこれで22年生きてますからね。うん、ここからお水飲んでっていう。で、うちの水、レオパさんの場合のこのウェットシェルターの水やりは、クサビトカゲさんと同じ考え方で、これ入れて、蒸発したら足すみたいな感じで、たまに洗うみたいな、もう超ズボラ飼育で22年もよくぞよくぞ生きてくださっておる。まあ、それぐらいほったらかしすることで、構わない。あ、出てきた、出てきた。匂いがわかるんだね。うん。もうね、なんだ。じゃあ、先に、もう、ご宅の前に先にご飯あげよう。よしよしよし。よし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 。よし。はい、匂いがするね。匂いがするね。出てきたね。あら、かわいい。はい、これ、餌皿にいっぱい。もうね、お誕生日スペシャルですからね。もうたくさん置いとこう。はい、出てくるね、出てくるね。匂いが、美味しい匂いが。ブレンドフードさんのいい匂いがするね、ほら。はい。山盛り。山盛りやで。あ、隠れちゃった。あれ、ちょっと。じゃあちょっとこっから、どうしよう。この状態で取り続けるか。手持ちにするか。よし、手持ちだな。そう、うん、匂いに反応したのか。でもそっちじゃねえんだな。あ、戻っちゃう。あ、戻っちゃう。このブレンドフードの立場は一体、あ、今は食い気より眠気なのか。食べるとこは見られなかったね。うん、まあちょっと眩しいっていうのもあんのかな。上から照明強く焚いてるからね。まあ仕方なしね。無理やり食べさせたって食べないしね。よし。あ、いやー、残念だね。食べるシーンは見られませんでした。まあ、ちょっと眠そうなんでね。これ多分、この後、電気消して、暗くなったら食べてると思います。まあ、彼ら夜行性ですからね、基本的にね。はい。ということで、今回は、レオパード月光、ヒョウモントカゲモドキの1号さん、22歳の誕生日記念動画でした。どんどんパフパフ。はい、シークンド、極めましょうね。ずすずす。さようなら。いや、出てこないね。もう寝ちゃったかな。お元気で。1号さんはまだまだ元気でした。はい。チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここ。です。よろしくです。